186K186 は、ドイツの航空機メーカーユンカースが製造した、単用の爆撃機、民間用旅客機である。排気タービンか吸気付けのディーゼルエンジン、余圧室、アスペクト比の大きな主翼を採用した 186P は、第二次世界大戦の初期に高々と爆撃機、偵察機として、成功を収めた。航空機用、 ディーゼルエンジンの歴史に残る機体である。1930年代前半のドイツでは、ベルサイユ条約の規制のため戦闘機などの開発を民間機の名目で行っていたが、1934年に、ハインケル社とユンカース社に対して、新型爆撃機開発が命じられた。この指示によりハインケル社が開発したのが、後に、 ドイツ空軍の主力爆撃機となる HE-111 である。両者の翼平面型は HE-111 の大円翼に対し、186は強いテーパー翼で、同社の152や187との類似性が高い。開発条件には、軍用と旅客機仕様の機体を同時に開発し、迅速に飛行テストさせるという項目も付加されていた。 ユンカース社では1934年11月に軍用型の試作第1号機を、翌1935年1月には民間型の試作第2号機を初飛行させた。これらの機体は、ジーメンスウント・ハルスケ社製の主22空冷星型、9気筒エンジンを搭載していたが、その後の試作機からユンカース社が開発した、水冷上下対抗直列6気筒12、 ピストンディーゼルエンジンを搭載した。合計5機の試作機が作られ、テストされたが、方向安定性や操縦性が不良であった。操縦性については、主翼のテーパー角を変化させることにより対処した。その後のテストの結果、同時に製作された HE111 と比べると、速度性能は劣ったものの、軍用型、民間型とも量産されることが決定した。 満州航空所属の 1086Z 民間旅客機向けの B 型は10人の旅客を乗せることができた。ストレッチ型は C 型、エンジン等が異なる輸出仕様は Z 型となった。スイス航空やルフトハンザ航空で使われたほか、満州航空、南アフリカ航空、ボリビア航空、チリ国営航空やスウェーデンの ABA でも使われた。これらの機体の多くは、 第二次世界大戦で軍に徴用された。186G 最初の軍用型は増加施策、あるいは先行量産とも言える 186A-0 で7機が生産された。2機の U も 205C-4 ディーゼルエンジンを装備し、1000kg の爆弾と防御火器として3丁の 7.92mmMG15 機関銃を搭載できた。 本格的な量産型はージュ 86A-1 となる。A 型の縦安定性に難があったため、ビブを延長して燃料タンクを設けた改良型の D 型に発展した。D 型はコンドル軍団に配備され、スペイン内戦で実戦投入されたが、ディーゼルエンジンの整備に手間がかかった上に、機体構造が脆弱であることが判明し、同時に投入された。 ハインケル HE111 に対して、性能的にも劣っていると評価され、生産は打ち切られた。A-1 型と D 型を合わせ、476機が生産された。ついで機体を見直し、エンジンを、空冷星型9気筒の BMW132 に変更した E 型が1938年まで生産された。 総生産数は450から520程度と推定される。E 型は1939年のポーランド、進行までは爆撃機として使用されたが、その後は前線を退き、訓練や輸送、タイゲリラ用攻撃機として運用された。1938年4月生産の G 型から、離着陸時や地上での視界を改善するため、機種の風貌が丸く、 スムーズな形状に改められた。同年6月まで生産されたが、ドイツ空軍向けに新規に生産された1086の爆撃機使用は、この G 型が最後となる。1086P-1 ユンカース社では1940年に G 型を改造して、長大な主翼と余圧室を備え、乗員を2名とした高高度用の P 型を試作した。エンジンは、 空冷星型9気筒エンジンから、水冷上下対向直列6気筒12ピストンのユモ207、A ディーゼルエンジンに換装された。このエンジンは、排気タービン下球機とインタークーラーを装備し、出力は880馬力まで高められていた。B 型は、当時の連合国軍戦闘機が飛行できなかった、高度12000メートル以上での作戦行動が、可能であった。 40機の G 型が、航空爆撃用の P-1 型、及び写真偵察用の P-2 型に改造された。これら P 型は、主翼スパンが25.6メートルに拡大され、重座も廃止されている。1940年夏から、部隊配備され、しばらくの間、バトルオブブリテン、東部戦線、北アフリカ戦線で成功を収めることができた。 これに対抗し、英国のウェストランドウェルキンやソ連のヤコブレフ約マイナス 9PD といった高高度迎撃戦闘機も登場している。しかし、1942年8月にエジプトでスピットファイア V の高高度改造型による発撃墜が記録され、さらに2機が失われたことから、1943年には P 型の運用は取り留められた。 ドイツ航空省はさらに主翼スパンを32.0メートルとして、翼面積を増し、エンジンを950馬力に強化して、15000メートルの高度を飛行できる R 型を開発し、偵察活動に投入したが、R 型をも、捕捉可能なイギリス空軍の迎撃機が出現するに、及び、少数のみの採用に終わった。また、実現はしなかったが、 4発の1186と6発の1286の計画があった。186は軍用、民間用として多数の機体が輸出に回された。主な輸出国はスウェーデン、南アフリカ、チリ、ポルトガル、ハンガリー、満州等で、このうちスウェーデンとハンガリーでは輸出モデルである K 型がライセンス生産された。特に スウェーデンのソブでは16機以上がライセンス生産され1956年まで運用された。南アフリカ空軍の1816は輸送や沿岸紹介に当たったほか1940年に東アフリカでイタリア軍と交戦している。また、蒸気の満州航空で使用された機体は1937年8月に輸入された直後に 日本海軍によるテストを受けている。日本海軍における逆符号は l x j h 3面図。ありがとうございます。